はい、皆さん、こんにちは。テリオンのドラマのお部屋へようこそいらっしゃいませ。ということで、今回お伝えしたいのが、ブラックベアン2第6話の感想、猫田さんに始まり、猫田さんに終わる。ということで、改めまして皆さん、こんにちは。ゲーム実況者のテリオンと申します。よろしくお願いいたします。これまでですね、実況動画等々ですね、約5年ぐらい続けてまいりました。まあ、その間ですね、病気でちょっと半年以上ですね、実況できなかったりとか、ちょっと思うところあって実況お休みしてた時期もありまして、まあ1年間ぐらいはね、まあ総じてお休みはしてたんですが、まあありがたいことにチャンネル登録していただいている方がね、増えておりまして、まあ現在ですね、380名以上の方に登録していただいております。ありがとうございます。でですね、まあ実況動画自体は2025年のですね、11月の中旬ぐらいまではですね、毎日18時にもう上がることは決定しておりますので、もう予約投稿でですね、投稿することになっておりますので、そちらもですね、ぜひぜひ見てください。で、2024年のね、今年度の年末までにはチャンネル登録していただける方1000名目指しておりますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ということで、やっていきましょうか。ブラックペアン2第6話なんですが、まあ、今回はですね、タイトルにもあるように、猫田さんに始まり猫田さんに終わったかなというぐらいですね、猫田さんの印象の強いですね、話だったかなというふうに思いましたね。で、ちょっとですね、これ、見てからね、若干時間が経ってですね、記憶がかなりちょっと薄れているんですが、思い出しながらですね、いろいろ感想等々述べていきたいなと思っております。まずですね、ブラックペアン2、第6話ですね、まあ、維新大の、また菅井教授ですね、あの腹黒い感じのですね、まあ、医師会のね、会長かなんかになりたいという目標を持っているですね、あの、菅井教授はですね、なんとですね、日本一のですね、自動車メーカー、上杉モーターズのですね、上杉会長、坂井正明さんのオペを成功させることで、医学界の会長選に向けてですね、巻き返しを狙っていたんですね。で、なぜかですね、手術をする場所はですね、東城大病院になるんですよね。あの、維新大病院ではなくてね。それな、どうしてね、そう、東城大病院にしたのかちょっと忘れましたが、まあ、この上杉会長はですね、一応ね、100% ですね、まあ、成功する手術じゃないと、まあ、ちょっと好ましくないというようなことをですね、一応述べていらっしゃいまして、なのでね、上杉モーターズの上杉会長はですね、新しくですね、オペの鍵となると言って説明してもらってた、エルカノを進化させたですね、最新医療ロボットのエルカノダーウィンですね。エルカノというのはですね、人工知能でですね、AI なんですが、まあ、世界中のですね、ありとあらゆるですね、手術の記録であったりとか、術技であったりとか、ね、そういったね、あと、まあ、医者のね、技術等々をですね、取り込んでですね、それをですね、再現させたりとかですね、医師にですね、的確な情報を伝えることができるというですね、優れた AI でございまして、第5話ぐらいにですね、それを作ったですね、野間だか野口だかって人が最初に作ったんですが、まあ、その人のですね、よりもう賢くなっちゃったんじゃないのってですね、天城先生に言われたことがあるっていうぐらいの、まあ、もう作った人をすでに超えてしまってるでしょという指摘が入るぐらいのエルカノちゃんですね。それをですね、さらにですね、進化させてエルカノ2というのにですね、パワーアップさせた、エルカノ人工知能ですね。まあ、それを作ったのがですね、東城大の高階、ゴンタ先生ですね。まあ、小泉孝太郎さんがやってた高階ゴンタ先生と、維新大のですね、早川玲子さんというですね、お医者さんが協力して開発したということですね。まあ、エルカノとダーウィンが関わっているので、まあ、もしかしたら、まあ、ダーウィン、まあ、まあ、どっちも多分協力していると思うんですが、ダーウィンというのは、あの、まあ、手術用のロボットで、まあ、繊細なですね、動きもですね、このロボットの支援があると、まあ、しっかりですね、丁寧に、まあ、行うことができるというようなロボットなんですよね。まあ、これ遠隔操作でもできるんで、まあね、前々からね、何度も話しておりますが、遠くにいる患者さんのことも手術できますし、そういったことでですね、医師の技術のね、差によってですね、助かる助からないといったようなですね、そういった差をね、なくすこともできるというような、優れた技術でございますね。確か実際にあるんだったよね、このダーウィンってやつはね、確かね。ただ、まあ、遠くで、作業することになるんだったら、当然ながら遅延が発生するとダメなので、その遅延が発生しないように 5G を使うというようなですね、計画はね、なされていたような気がしますね。うん。
5G じゃなかったら、遅延っていうのは、例えばね、ゲームとかでもそうなんだけど、特に、まあ、ゲーム実況とかしてて、アクションとかしてるときは、結構致命的な、遅延があるとね、致命的な、負けにつながったりすることがあるんで、そういったのが少ないですね、ディスプレイだったりとか、を選ぶというのがですね、そういう、プロの世界ではそういうのがありますね。だから例えば、右のコントローラーを押してですね、画面に反映されるのがですね、少しわずかばかり遅いと、いうような状況だったりすると、やはりですね、そのタイムラグによってですね、勝ち負けが変わってしまうと。ね、よりですね、押した瞬間に動くっていうのを、画面上に表示させる時間がより、コントローラーの押した時間と、近い状態でできた方が、よりですね、臨場感も上がりますし、アクションゲームとか、ね、FPS とかシューティングゲームとかだったりすると、まあ、それによってですね、全然勝敗が変わってくるといったぐらい、結構遅延というのがですね、大事になってきたりするというところですね。で、これはですね、何も、まあ、ゲームとかですね、まあ、その、例えばダーウィンだったら、その、例えばね、その、ダーウィンの本体を、ね、遠隔操作の時に右に動かしたのに、ダーウィンのその端末、実際に手術してくれる端末の方が、全然ね、右に動くのがむちゃくちゃ遅いとかになったら、右に動かした後にね、左にね、すでに次の、動作とかが入ってたりすると、どん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 ですね、やはり、実写のですね、動きとですね、その機械の動きがですね、どんどん遅れていってしまうということになってしまうと、やはりどっかでミスが生じたりすることもあるでしょうから、そのね、差をね、とにかく少なくするというのがね、まあ、課題になっていると。それに対して、適用されていくのが 5G だったというような話はね、どっかで聞いた記憶があるんですけど、まあ今実現してるかどうかわかりませんけどね。5G 自体はね、もう実装されてますけど、ただ、めちゃくちゃ早い 5G のね、方式じゃないらしいんですよ。日本で採択してるやつってね。今どうなってるかわかりませんが、出始めの頃はね、なんかね、違う、規格になったっていうだけで、別に、それがですね、もっと早くなるっていうね、仕様じゃなかったらしいんですよ。今はもうわかんないですけど。うん、だから今実際そのダーウィンみたいな機械が医療機器としてしっかり機能しているかどうかは分かりませんが、一応コンセプトとしてはそういうのはね、確かあるというような感じですね。うん。で、まあ、そのね、二人が協力して、その、まあ、イルカのダーウィンを使えば、ね、その上杉会長ですね。まあ、上杉モーターズっていうのがですね、まあ、どこを意識しているのかというのがもう、もろバレな感じの、ね、とこ、日本一の自動車メーカーって言ってる時点で、まあ、トヨタのね、イメージなんだろうという感じなんですが、しかも東城大学の病院ってね、静岡県にあるんで、まあ、愛知県の隣ですよね。うん、だから、そのあたりもね、いろいろ加味してですね、やってるんじゃないかなという気もしますが、うん。あれ、日産って、本社どこだったっけ？神奈川だったっけ？日産とかももしかしたらかけてたのかなとか思ったけど、まあ日本一だからね、やっぱトヨタだよね。うん。で、まあそういった感じですね、最高の医療を受けたいということをね、おっしゃっているんですよね。心臓の、手術をするんですが、それにはどうしてもですね、ダイレクトアナストモーシス、天城先生が使うダイレクトアナストモーシスをしなくてはいけないということになっているんですよね、確かね。バイパス、どっちだったかな、バイパス手術でできるけど、でも、やはり最高のですね、術者もいてほしいんだ、みたいなことを、この上杉会長がごねて、で、天城先生も一応ね、執刀してくれるみたいな話になったんじゃなかったかな。どっちだったかな、エルカのダーウィンを、するし、天城先生がそれを見てて、失敗したら天城先生がやってくれるみたいな、そんな感じだったかな。ちょっとそこを忘れちゃったんだけど、まあ、天城先生もね、立ち会うことになったんですね。で、これ見よがしにですね、この菅井教授はですね、天城先生しか使うことのできないダイレクトアナストモーシスを、このね、エルカノにですね、覚えさせるということをですね、企むんですよね。つまり、ダイレクトアナストモーシスさえエルカノが覚えてしまえば、もう天城なんか用済みなんだ、みたいなね、ことを言ってるんですよね。で、天城先生はですね、新しいですね、まあ、病院をね、設立するための資金をね、集めていかなくちゃいけないと
でもね、そのお金がですね、全然ね、まあ足りてないということで、それをね、資金を出してくれそうな人が、このね、上杉会長なんだということをですね、また例のね、佐伯教授経由でですね、伝えられて、じゃあやりますよ、みたいな話になって、結構佐伯教授がね、裏でね、いろいろ糸引いてるんですよね。この病院のね、建設であったりとか、病院内のことであったりとか、スタッフのことであったりね、割とね、佐伯教授がですね、裏で糸引いてたりするんですが、まあ、今回天城先生がその件を受けてやると。確かね、個人資産が60億かなんかあるとか、なんかそんな感じのこと言ってたかな。うん。だからまあ数億円ぐらいだったらまあ融資してもらえるかもみたいな、そんな感じだったかな。まあすごいね、お金をいっぱい持ってるっていう、そういう話でしたね。で、まあダイレクターの太もも室で、まあ手術をすることも、まあできますよという話になっておりましてですね。あ、そうね、ダイレクターの太もも室が必要な状態の上杉に、まあ世界一の医者であるエリカのダインを使ったオペを提案する菅井先生です。菅井教授でしたが、上杉からはそれをね、操縦する医者も世界一を用意しろと。言われるということで、天城先生が選ばれたと。あ、操縦ね。あ、なるほど、なるほど。あ、だから、都会が先生がさ、シーズン1でもですね、ちょっとネタバレになってしまって申し訳ないんですが、シーズン1でもですね、ダービンを使ってね、オペをしたんですね。都会先生がね。何の時だったかな、確か高階先生がね、オペをしてて、で、行き詰まったんですよね。で、高階先生が行き詰まったって、もうこれ以上オペをすることはできないということで、諦めかけた時に、シーズン1ね、遠くからですね、遠隔操作をね、指示できるように、とりあえず、セラですね、竹内涼真さんが、オペ室に入ってですね、ダーウィンの設定だけ書き換えてですね、遠隔操作を OK にして、遠隔でですね、都会先生がですね、病院内の別のロボットを操作して、で、高階先生の代わりにオペをして、オペを成功させるっていうですね、話が確かあったんですが、で、なので、まあ、天城、都会先生がやったことを天城先生もやるというような話に、なってたっぽいんですね。うん。で、ね、実は菅井は上杉のオペの前にダイレクターナスとモーシスをエリカのダーウィンに学習させるため、天城に臨床試験のオペを依頼しており、天城は上杉会長の莫大な総資産額を聞き、それを了承していたのと。あ、だから上杉のオペの前に臨床試験のオペ。をすると、だから違う患者さんにやるということだったのかな、最初はね。うん。で、臨床試験を前にですね、菅井教授さんとですね、搭乗台にね、やってきたのが、この、維新大病院のですね、エリカのダーウィンの、まあ、生みの親ですね、である、維新大のね、早川先生ですね、女性がですね、やってきたんですが、そこにですね、なんとですね、猫田さんですね、ブラックペアの、これ、ね、シーズン1からね、見てほしいんですが、猫田さんの存在感ね、シーズン2はですね、多分1話か2話ぐらいしかですね、全然絡んでないんで、米粉が入ってですね、アップルパイを食べてですね、この味が美味しいとかいう可愛らしいのをね、シーンがあるぐらいで、あんまりね、関わってないんですよね、シーズン2では。だからシーズン1で猫田さんを見てないと、まあ、今回のですね、ストーリーにあまりですね、深入りすることができなかったんじゃないかなっていう気がするんで、あれはね、シーズン1を見てる人じゃないと、ちょっと今回のストーリーはですね、うまく捉えられなかった部分があるんじゃないかなと。猫田さんっていうのはどれぐらいのね、都会との距離感だったとかっていうところもわかんないし、うん、だからそこら辺がですね、今回の単発で見た人は、ちょっとハテナってなった人はいたかもしれないですね。でもシーズン1から見てた人は、おーっていう感じのね、ストーリーだったなっていうね、感想は持ってますね。で、その猫田さんと、なんとね、この玲子さんを遭遇したんですが、なんとこの二人ですね、実は因縁があるね、二人だったんですね。実はですね、猫田さん、8年前にですね、維新大のね、看護師をしていたんですが、ある事件を起こしてですね、退職していたということでしてですね、それ事件がですね、まあ、後々語られていくんですね。で、さらに臨床試験の当日に、臨床試験の患者の状態を見た天城が、突然オペの中止を発表したと。そんな中、玲子が胸を押さえ倒れ込むと。うん。これね、なんでオペの中止を発表したのかちょっと忘れちゃったんだけど、私、上杉会長のですね、オペを中止しようって言っていう話にしたんじゃなかったかなってね、
その時ね、勝手に思い込んでたんですが、多分臨床試験なんで別の患者さんだと思うんですけど、ダイレクトアナスト問診はできなくて、なんか、エルカノに聞いたら、なんか別のやり方がね、確かいいみたいなことをですね、そのエルカノが提案してきたんで、今回の患者さんにはダイレクトアナスト問診はしないよ、みたいな感じのことを言ってたんですね。で、結構ですね、ハイテクが好きなんで、天城先生は、エルカノとですね、結構会話してるんですよね。いろいろとですね、エルカノとに対して聞いて、まあ、術式をね、ダイレクトアナスト問診をしないというような判断にしてたような記憶があるんですね。で、またですね、玲子さんが胸を押さえて倒れ込むというパターンはですね、シーズン2の第1話のですね、あの人、冬のソナタっていうドラマで一役を一世を風靡したチェジューさんがお医者さんの役やってて、チェジューさん心臓に問題を抱えててですね、心臓の手術をね、受けなくちゃいけないけど、どうしてもですね、天城先生のですね、手術はちょっとね、条件がね、ひどすぎるから受けたくないみたいな感じでですね、去っていこうとした時に倒れるというシーンがあって、これですね、毎回の同じパターンなんですよね。で、チェジューさんが倒れたシーンもそうだし、ですね、青井若菜ちゃんだったかな。青井ちゃんっていうの看護師さん。セラですね、竹内涼真さんと一緒に同期で入職でいいのかな。入社でもいいのか分かんないですけど、病院にね、一緒に入った同期の看護師さんがいるんですが、そのお母さんがですね、弁護士さんをやっておりまして、で、病院をね、東城大病院が開いてるんですが、訴訟をね、起こすというね、事件があったんですが、そのね、訴訟の起こしている事件の、なんか訴訟を起こしている事件を担当している、その、青井若田さんのお母さんも、なんか歩きながら倒れると。だからね、結構ね、パターンがね、類似してるんですよね。急にね、倒れてですね、大丈夫ですかなんとかさん、大丈夫ですかなんとかさんとか言って、病院に運ばれていって、病室に運ばれていって検査したら、冠状動脈がどうちゃらこうちゃらって言われて、これはダイレクトアナソストモーシスしかないですねっていうね、パターン。それがね、やたらと多いんですよね。ダイレクトアナソストモーシスか、冠状動脈のバイパス手術か、どっちかしか出てこないんで、大体ね。で、でも、冠状動脈のバイパス手術でいけるだったらそこを使うし、それか、あとね、何日間だけ持たせるためにですね、頭骨動脈だったかな。頭骨動脈を採取して、それを、なんか動脈、バイパス手術するのか、置換するのか忘れましたけど、それでですね、3日間だけ持たせるとかね、なんかそういうのがね、やたらとね、出てくると。うん、だから結構ね、パターンはね、似てるなっていう感じがするんですが、まあでもそれしか、有効な手術はないっていうことなのかもしれないですね。別のやり方があんまり出てこないんでね。うん。で、まあそのね、玲子さんが胸を押さえ込んでですね、倒れ込んで、で、まあ世良先生がですね、その CT かなんかの 3D の画像を見せるんですよね。うん、あれは CT じゃないか、なんかの多分 3D モデルの、画像を見せてて、そこにですね、動脈瘤かなんかができてて、まあ、これはダイレクトアナストモーシスしか、治すことはできないみたいな。っていうことをですね、まあ、自分でもわかるんですよね、心臓のね、専門の先生なんで。で、そしたらですね、菅井がまたやってきてですね、自分の作ったですね、医療機器で自分のね、手術ができるなんて最高じゃないか、とかね、わけわからんこと言ってですね、またやってくるんですね。うん。で、一応、まあ、ダイレクトアナスト、まあ、その、エルカノダーウィンで手術をするというようなね、流れに確かなったんじゃなかったかな。確かね。うん。あとね、ちょっとね、途中の流れはね、ちょっと忘れちゃったな。だいぶ時間が経ってるからね。で、そのね、8年前のね、維新大に看護師だった猫田さんはですね、維新大をですね、実は辞めてるんですよね。というか、むしろ辞めさせられてるっていう方が正しいかな。うん。それはね、なぜかというとですね、この、玲子さんが、まあ、ある時ね、オペを担当してたんですね、心臓のね。で、その時にですね、患者さんの容態が変わって、この猫田さん以外の人を残して、全員ね、別の部屋にね、処置しに行ったんですよね。で、猫田さんはなんかガーゼで、なんか心臓をね、なんかその血を取ってとかなんか頼まれてて、で、それを処置をね、しようとしたら、血がブワッと吹き出してきたんですよね、心臓から。で、今すぐ処置をしないとですね、この患者さんは死んでしまいますっていう状況になってて、で、でもね、先生方はですね、戻ってこないと。
で、それでですね、猫田さんは意を決してですね、なんとですね、看護師なのに、越権行為でですね、心臓のですね、縫合かなんかをね、し始めたんですよね。で、その時にペアンかなんかを持ってですね、多分クリップかなんかして、血流止めてやるみたいな感じだと思うんですけど、それをし始めてですね、で、帰ってきた時にですね、あなた何をしてるのみたいな感じですね、早川先生に止められてですね、看護師がやっちゃいけない行為なのよみたいなことを言われて、引っ張られていってですね、手術室をですね、外に出されるというね、過去のシーンみたいなのが、ね、出てきておりましたね。で、今回の件については、まあ、その、表沙汰にはしないけど、病院を去ってもらうことになるみたいな感じで、確かね、病院をね、さらされたような記憶がありますね。ちょっとね、曖昧なんですよね、そこら辺がね。で、その、猫田さんを、拾ってきたのが、都会先生だったんですよね。で、第6話のですね、次回予告の時にですね、ついに都会がみたいな感じで書いてあって、それにね、ちょっとね、騙されちゃったんですよ。ミスリードだったんですよ、あれ。都会がって言うからさ、天城先生の人格がさ、とうとう都会の人格になったのかなっていうね、印象をね、抱いていたんですよ。っていうのは、猫田さんが、だけが都会とですね、天城が同一人物だと知っていて、で、猫田さんがね、天城先生にですね、質問されるシーンが、あってですね、君のように能力がある人間が、些細なことで、時間を無駄にしてるなんて無駄だと思わないかみたいなことを聞かれて、で、なんたかな、猫田さんは、で、パンとご飯どっちが好きかみたいなことを聞いて、で、僕は断然パン派だねみたいなことを言うんですよね、天城先生が。そしたら、だから、あなたのことは好きになれないんですみたいなことを言うんですよ、猫田さんが。だから、そのシーンがあって、そのね、もともとその次回予告のところに入ってたんで、だから米が好きな都会先生のことが好きで、パンが好きな天城先生のことは嫌いだということをですね、猫田さんは2人が同一人物で、人格が変わってるだけだということを知ってるから、そういうふうに言ってたのかなというふうに思ってたんですが、ちょっとですね、今回その見方がね、変わってきたかなという感じがしますね。で、猫田さんとですね、都会先生のですね、やりとりがですね、過去の回想シーンがね、出てきただけであって、都会誠一郎そのものがですね、今回出てきたわけじゃなかったんで、あのですね、ついに都会がっていうですね文字にはですね、騙されましたね、本当にね。だから都会がの人格が現れるみたいなことをね、ちょっとね、予想してたんですけど、まあ、ありえない展開だと思うんだけどっていうね、感じで予想はしてたんですが、まあ、やっぱりありえない展開でしたね。でですね、でもね、このね、だからあなたのことは好きになれないんですみたいなことをですね、あなたのことは嫌いなんですだったかなっていうふうに、猫田さん言ってたんだけど、このね、猫田さんの嫌いっていうのはね、実は好きの裏返しなんじゃないかなっていうことがね、最後の方でね、ちょっとね、分かってくるんですよね。嫌い嫌いって言ってるけど、それはね、本当は好きの裏返しなんじゃないかっていうところね。で、天城先生もですね、結構猫田さんにはですね、気をかけてるんですよね。気をかけてると、気を使ってるというか、ね、一看護師なんだけど、結構ですね、まあ、積極的に、絡みんで言っていると、まあ、腕がいいっていうのがあるから、猫田さんはね、まあ、それも含めてですね、積極的になぜか天城先生も絡んでいってですね、もともと登場台に来たきっかけはですね、都会先生がですね、維新大のですね、多分なんかの勉強会かなんか、公開オペかなんか分かりませんが、維新大にね、都会先生が行くことがあったんですね。その時にですね、雨が降ってる日にですね、都会先生が佐伯教授のところに来てですね、寝台に行って猫拾ってきました。よろしくお願いしますとか言って、猫ちゃんをですね、紹介するんですよね。あれは退職どうだったのかな、退職に結局ならなかったのか、退職のそのまでの期間中にたまたま知り合って、連れてくることになったのか、話は分かりませんけど、まあ
要は、トカイ先生きっかけで、登場台にね、来ることになったんですよ。猫田さんはね。だから恩義はあったんでしょうね。かなりね。うん。だから、トカイ先生以外には懐いてなかったのかもしれないですけど。うん。まあ、猫田さんはね、かなりですね、周りとですね、距離を置くタイプのような感じがしてですね、他の医療者に対してですね、あまりコミュニケーションを取ろうとしないんですよね。それがですね、かなり不自然なところがあって、そこがですね、かなり誤解を招くですね、ストーリー展開をですね、この第6話含んでおりまして、うん、こんなことには実際ならんだろうっていうのがね、正直な感想なんですよ。第6話に関しては、猫田さんのね、ストーリーに関してはね。だから猫田さんがですね、まあ、ある秘密をね、実は隠してるんですよね。でそのことを知っているのはですね、まあ、佐伯教授だけなんですよね。で過去のことを知っているのは、トカイ先生と佐伯教授ね、二人は知ってて、まあ、他のスタッフは知らなかったんでしょうね。だから、早川先生が来て、そのことをですね、結構、みんなに多分、の前で言ったんだったかな。だから、それで、看護師、なのに、医者にしかできないことをやってしまったと。それが元にですね、医心大を追い出されたみたいなことがですね、噂で広まっちゃうんですよね。うん。だからね、そこら辺もですね、でも猫田さんは何も言わないんですよね、そのことをね。で、でも、その、早川先生のですね、採血とかをしに来るのはですね、猫田さんなんですよね。うん。で、あなた8年前のことを何とも思わないのみたいなことをなんか聞かれるシーンがあって、もうそんな遠い昔のことは忘れました。みたいなことをね、言ってね、立ち去っていくっていうようなシーンがありましたね。うん。ちょっとですね、時系列がね、かなりね、バラバラで、かなりね、時間が経ってるんで、申し訳ないんですが。で、まあそんな感じですね、まあ、なんていうの、その、関係が近しい人をですね、スタッフとしてあてがうっていうのはね、あんまりないんじゃないかなって思うんですけど、でもかなりそのね、同じ職場で働いてた二人っていうのをね、しかも、そのね、オペで、オペ中にですね、越権行為をしてしまって、退出させられ、そして、病院をですね、去るきっかけをですね、与えられたというですね、その人物に対してですね、なぜか担当させられてるというね、普通それもありえんと思うんですが、でもね、そういうストーリー展開だったんですよね。まあそういうのはですね、演出上の話なんで、話がですね、盛り上がればですね、オールオッケーって感じなんでしょう。そこら辺はね。うん。で、そうこうしているうちにですね、なんとですね、そのダイレクターナスと申し出が必要であるというふうに言われていた、その早川先生がですね、急変するんですね、病状がね。で、今すぐですね、オペをしなくてはいけないというような、ね、状況になってしまうんですが、そんな時に限ってですね、またですね、先生方がいないというね、確か展開なんですよね。でも、今すぐオペをしないと、この患者は死にます、みたいなことをですね、猫田さんは言うんですね。一応ね、手術室に運んできててですね、先生方を待っているという状況なんですが、ね、その時にですね、その看護師長みたいな人がですね、あ、看護師長も確か知ってたのか、あ、その猫田さんのね、オペの、ね、越権行為したっていう話をね。で、まあ、これ以上そんなことしないようにみたいな、ことをですね、一応はね、釘を刺してはいたんですが、その患者さんが目の前にいてですね、死ぬかもしれないと、ね、その早川先生なんですけど、うん、死ぬかもしれないという時に、自分でですね、メスを取ってですね、そのね、患部をね、切開しようとするんですよね。猫田先生がね。で、その時にね、ちょうどですね、高島先生たちがですね、手術室にね、入ってくるんですよね。で、一応ね、その時にね、その看護師長もですね、外からのね、マイクでですね、説得してるんですよね。越権行為ですので、やめなさい、みたいな感じでね、必死に説得してて、でも、猫田さんはですね、それを無視してですね、切開しようとして、ちゅっとね、なんていうのかな、人切りというかですね、一瞬ね、薄皮一枚ぐらい切って、血が出るぐらいまで切っちゃってるんですよね。でそこに、高島先生が間に合って、高島先生がね、怒るんですね。これは維新だけに許された行為だつってね、あなたは看護師だからそんなことはできない。そんなことはできないんだみたいなことをですね、めっちゃですね、叱責するんですが、
そこに天樹先生がですね、ニヤニヤしながら入ってくるんですよね。で、それが、猫田さんは、手術することはできるんだよ、みたいなことを高橋さんに言って、どういうことなんだみたいなことをですね、聞いたら、なんとですね、猫田さんですね、医学部に入り直してていてですね、医師免許を実は取ったんですよね。医師免許を取って、で、一応ね、医師免許を取ったけど、まだね、ペーペーなんで、手術の腕としては全然ないけど、やっちゃいけないってことはないんだということをですね、急にね、そんなね、とんでもない事実をですね、発言するんですね。天樹先生がね、これはムッシュに聞いたことなんだが、ってムッシュっていうのは、佐伯教授ね、うん、まあ、そういったふうにですね、佐伯教授がなんとかですね、時間等のやりくりをですね、してですね、その猫田さんが医学部を卒業するまで、なんとかですね、面倒見てたみたいな、そんな話をね、してたんですね。で、何だったかな、その8年前の事件のことが明るみになったからか知らないけど、もともとなんかね、もう辞めるみたいな感じで、最近のところにね、確かね、猫田さん言ってたんですよね。うん。それか、東城大病院でも越権行為しようとしたんじゃなかったかな。ちょっとね、それでなんか咎められたら、ちょっとね、一個挟んでるんですよ。猫田さん、確か。で、それをね、なので、もう病院をね、辞めるしかないかなっていう感じになってたんですね。で、それをですね、この件は私に預からせてくれないかって佐伯教授が言って、一応謹慎ぐらいのね、手で留めておいてやれないかみたいな感じにね、してたんですね。うん。で、まあ、佐伯教授知ってるんで、医師国家試験通って医者になってるってことをね。だから、越権行為じゃないんですよね、実際は。ただ、技術があるかどうかは不明なんで。うん。でもね、そこでですね、またね、技術があるということもね、知識もあるということがね、証明されるようなね、事件が起きるんですね、またね。うん。で、なぜかですね、佐伯教授からですね、一枚のですね、封筒が渡されていてですね、それがですね、猫田さんへの、就職のね、誘いのですね、便箋なんですよね。あれね、止めて画像を見たんだけど、スイスから送られてきてたんで、スイスのどっかのですね、病院にね、就職することになってたんですよね。うん。で、ここら辺がですね、ちょっとですね、私からしたらですね、結構ですね、わかんない展開なんですよね。そんなね、多分、だって8年前に、事件を起こして、で、東城大に来たわけじゃないですか。なんで、で、医学部って多分6年間行かないと医者になれないんで、となると、で、ついこの間医学部試験に受かったんだっていう話だったら、2年間ぐらい東城大病院にいて、でその間にずっと多分試験勉強してなんとか受かって、ストレートで6年間行って、ようやく今医者になって、で、いきなり海外の病院に行けるかっていう話なんですよ。あなたと一緒に働きたいです。アクセタブルとかなんかね、そんな感じがあって、働けるの、I'm looking forward to、working with you みたいな感じでね、書いてあるような、確か、便箋が送られてきてて、そんな卒業してすぐの、医者、ね、一応看護師の経験はあるけど、一応医者になってすぐの人が、そんなスイスのね、いきなり海外の病院でスカウトみたいな感じの来るかなっていうね、うん。あれはね、猫田さんを、なんとかして、まあ、いわゆる栄転みたいな感じで、まあ、このね、ブラックペアンの、舞台から降ろすというのがね、一つ目的だったんだろうなって気がするんですね。でも、変なとこに行かせるのもなんだし、やっぱりね、昔からね、そのね、医者になりたいというね、気持ちはあったっぽいんで、その気持ちを組んで、腹のある道をですね、準備したんじゃないのっていうね、演出上ね、っていう気がするんですよ。実際何の、ね、まだ経歴も持ってない医者としてね、看護師としては持ってるけど、医者としての経歴がない人がいきなり海外の病院はちょっと、研修医もだってこなしてないのにっていうね、感じがね、むしろしてしまうんで、どうなのかな、演出はっていう気はしたんですけど、まあでもそういうね、話が来てたんで、まあもう元々ね、いろいろね、辞めるという感じのね、流れは来てたんですね。でしかも、まあ天樹先生もいるし、都会先生もいなくなったし、まあ、
ね、多分、トカイ先生に対する憧れがあったんでしょう。だから、トカイ先生と働けるんだったら登場台にいる意味はあるけど、トカイ先生と働けないんだったら登場台にいる意味はないっていうふうにね、思ってたのかもしれないですね。だから、トカイがいなくなってからの何年間かは、本当に苦しかったんじゃないでしょうかね。猫田さんはね。もしくは、もういなかったかもしれないね。本当に医学部の勉強に勤しんでてね。で、そこら辺がですね、バレずにやるっていうのは無理だろうっていうふうにね、思うんですよ。だから、みんながですね、その猫田さんの看護師として、やってる、猫田さんの行為が、越権行為で、看護師としては、ね、医者であるとやっちゃいけない行為なんだっていうふうにですね、みんなにですね、言われてしまうっていうのはですね、ちょっとね、納得いかないというか、うん、そんな気がしましたね。多分、みんな知ってるはずなんですよね。だって、それなりにさ、休むことにもなると思うし、だからそれなりにね、その病院のスタッフにも気を使わなきゃいけないじゃないですか。お医者さん目指してて、一応医学部受かったんで、みたいなね、そんな話をして、で、なんで、ちょっと皆さんにご迷惑をかけますが、みたいな、そんな感じの話をしてないとね、ちょっとおかしいと思うんですよね。急に免許がね、手に入るとかいう話でもないんでね、ああいうのってね。まあもしかしたらそういう特例みたいなのがあるのかもしれないですけどね、何年か働いてたら、みたいな、あるのかもしれないですけど、でもちょっとね、あれはね、びっくりしましたね、あの展開はね。なので、結局ね、猫田さんは、そのね、まあ、悔しければ医者になるんだな、みたいな感じのね、もし本当にやりたければ医者になるんだな、みたいな感じで、トカイ先生にね、言われてた回想シーンがあったんで、少なくともトカイ先生に出会って、登場台に来てから、多分、医学部とかに入り直してたんで、まあ、6年かかるとしても、登場台に来てからだから、少なくとも、まあ、2年以内には、ね、まあ、受験はしてるわけで。まあ、一発で受かってんじゃないかなと思うんで、1年ぐらいでね。そんなすぐに、あ、でもすぐに話するかな。まあ、2年かかったとしても、ね、それぐらいの間には受かって、医学部に通ってるっていうような話だと思うので、すごい、極端なストーリーぶっ込んできたなっていう感じがしましたね。で、で、今回はその早川さんね、に対しての越権行為にはならなかったということでですね、オペをね、やりますという話で、一応確かやるんですよね、猫田さんは。で、なんとかね、オペをですね、成功させるんですが、ただですね、完全な成功に確かならなかったんですよね。あ、そうそうそう、猫田さんがですね、その、越権行為だみたいな感じで、怒られたのは、エルカのダーインを使ってですね、その、早川さんが調子悪くなったんで、緊急で手術したんですよね、確かね、エルカのダーインを使って。高階先生が執刀医になって、エルカのダーインでオペをして、で、完璧なね、オペをしたということで、みんながですね、安心してですね、手術室から出て行った時に、エルカのダーインのですね、腕をですね、アームをですね、なぜか、猫田さんが引き抜いてたんですよね。何をしてるんだとか言ってですね、それでですね、気が狂ったと思って、怒られて、で、まあ、越権行為だ、みたいな感じで言われて、で、謹慎か、まあ、退職か、みたいな、そんな感じの、厳しい処分を、迫られているというような状況だったね。確かね。思い出した。そんな感じでしたね。でそれも本当は理由があったんですよね。で、それはでも最後に分かったんですが、エルカのダーウィンはですね、間違ってですね、認識してて、オペが終わった後なのに、オペがまだ終わってないと勘違いしてですね、またオペを始めようとしてですね、それによってですね、心臓に傷をつけようとしてたんで、猫田さんが引き抜いたということでしたね。で、それがね、なぜそういう風になってたかっていうのも最後にネタバラシされてて、野田だかね、野口だかっていうですね、前のエルカノの開発者がですね、間違った知識をですね、エルカノにですね、インストールしてたらしくて、なので、エルカノダーウィンがですね、その間違ったデータを持ってしまったので、正常に動かなかったっていうのがね、最後にね、分かったんですよね。
で、その腕を引き抜いた後に、どうだったのかな、またもう一回手術したんだったかな。ちょっとね、流れがわかんない。その腕を引き抜いた時に、そのまま、いや、一旦だからそれで回復して、で、もう一回体調が悪くなって、で、緊急オペになって、で、猫田さんが担当して、で、でも、高ちゃん先生が来て、医者じゃないんでできないぞっていうふうに言われたけど、実は医者だったと。いうことが、天城先生より伝えられて、で、やってみるかって話で、自分でね、やりますってやってみて、そこにですね、都会先生とのですね、思い出がね、シーンが流されるんですよね。で、血管の縫合の仕方とかですね、通常の縫合の仕方とかですね、いろいろ都会先生が教えてるシーンがあって、そうそうそう、そういう風にしたらいいよ、平行に移動させて、とか言ってね、いいね、みたいな感じですね、都会先生が教えられるシーンがあって、いや、ああいうシーンがね、後撮りなのか前撮りなのかわかりませんけど、ね、かなりですね、まあ、前撮りね、シーズン1の時に実際ね、撮ってたりしてたんだったら、相当、ね、計画されて作られてたんだなっていうふうに思うんですけど、うん。もうだってね、二宮さんもね、まあ、髪の毛も染めてるでしょうし、まあ、それの上からですね、また別の髪の毛をですね、まあ、カツラみたいな感じで被って演技するってこともできるっちゃできるんですけど、うん。まあ、どうだったんだろうね、実際ね。で、シーズン1の時、猫田さん髪の毛長かったんで、それはさすがにごまかし効かんだろうと思うんで、うん、だから最初に撮ったのかもしれないね。染める前とかにね、そのシーンだけをね、8話で、あ、6話で使うからっつって。うん。まあ、そうかもしれないですけど、で、一生懸命都会先生と一緒にね、練習してきたことが実を結んでですね、うまく処置できたんですが、結局のところですね、このドラマでよくある、あるあるなんですが、処置が終わった後に必ずですね、問題が発生するんですよね。で、それを、天城先生が、なんとかね、処置をしてくれるという話になるんですが、でもこの場合でもですね、賭けは絶対しなくちゃいけないというふうにですね、言い始めるんですよね、天城先生は。しかも天城先生はですね、休暇を取っておりまして、その時にね、ゴルフをなんかね、一生懸命してたらしくて、右手が動かないという状況になってたんですよね。大丈夫ですよ、3日までも治りますよ、とかなんとか言ってたんですが、ね、3日も経たないうちにですね、問題が発生したせいで、天城先生がですね、まあ、オペをね、代わりにやるという話になったんですが、大丈夫、左手一本でもできますよ、とか言ってですね、左手一本でね、やるんですけど、ダーウィンとですね、エルカノと協力してね、やるんですよね。で、かつ助手にですね、猫田さんが入ることになって、猫田さんも、確か協力して、猫田さんもどうだったかな。協力はするんだけど、医者として協力するっていう、看護師じゃなくてね、医者として協力するっていうのは体制でね、確かやってたような気がしますね。うん。で、すごい、エルカノが、完全に都会先生の右腕みたいになっているみたいな感じでですね、誰かが確かね、評価してたような気がしますね。あ、都会先生で天城先生のね、右腕になってるみたいな。やっぱ今回、だいぶやばいな。もうだいぶボロボロですね。あのね、ほぼ一日空いてるから、だいぶね、別のね、龍が如くっていう、ゲームの実況の方をだいぶ撮ってたんで、そっちに休暇を持っていかれてて、だいぶ休暇を薄れてるんですけど、で、まあ、なんとかですね、天城先生とのコンビプレイでですね、その手術を終えさせたと。で、その早川先生がですね、手術が成功してですね、病室で、横になっている時にですね、また天城先生とですね、猫田さんがやってきてですね、このね、事件の顛末をね、教えてくれるんですよね。猫田さんがそういう越権行為をしたのは、その、エルカノをですね、壊そうとですね、病院に侵入してきたやつがね、実はいたと。でそれはですね、見た感じ、ミスリードが入ってってですね、画像上ではですね、画面上ではですね、猫田さんが侵入してですね、ぶっ壊そうとしてた風に見えるような演出がされてたんですが、実はですね、その野口だったか、野間中っていうですね、前のエリカノのスタッフ、開発者がエリカノ2をぶっ壊そうとしてたんですね。でかつ、間違ったデータを入れてたんで、そのエリカのダーウィンが変な動きをね、したせいで、それを止めるために、腕にね、腕を引っこ抜いたと
いうことをですね、天城先生がね、解説してくれたんですね。うん。だから、その、わざとやったわけじゃないと。ね、一生懸命イルカのをですね、止まらせようとしてたんですね。あの、猫田さんはね、止めさせようとしてたんですね。もう完全に、そのね、知ら、分かってない人から見たら、こいつやべえことやってんなというふうに見えるような行為をしてたんですが、猫田さんにだけは見えてたんですね。その、うまくいってない、というか、その、ミスをしてるってことはね、エルカノがね。うん。でも、それは旗から見たら、そのエルカノダーウィンをですね、ぶっ壊そうとしてるただのですね、変なやつに思えてしまってたんで、あそこら辺にですね、周りとのね、レベル差というのもね、ちょっと表現されてましたよね。でも猫田さんは言い訳しないんですよね。ちゃんと言い訳さえしてればですね、猫田さんの評価も上がってたはずなのに、そこら辺がね、ちょっとね、いろいろ誤解を招く、性格をしてるんだなという気がしますね。うん。しっかりそのイルカノがおかしな動きしてたんで、止めさせましたとかさ、ね、言えばいいのに、喋らずにね、何にも、いきなり行動するから、この人。だからね、相当ね、誤解を招くね、キャラクターだなと。ちゃんと喋ってから、エルカノが変な動きをします、止めますとか言ってやればいいのに、何も言わずにね、そのアームを引き抜いたりとか、エルカノをぶっ壊そうとしたりするから、変なことになるんですよ。で、自分がね、医師国家試験に受かってて、医者としてのね、一応、免許もありますっていうことも言っておけば、あんなごちゃごちゃした話にならなかったのに。だからすべてですね、この猫田さんのですね、今回は、人間性がちょっと至らなかった部分があるなっていう、技術とか能力は高いんだけど、周りに対するコミュニケーション能力が低すぎて、すべてをですね、まあ、自分からですね、最悪を引き寄せてしまったなという印象をね、受けましたね。うん、でも、かといってですね、全くコミュニケーション能力がないわけじゃなくて、人を助けるということに関してだけはですね、異常なまでの執着を見せているんですよね。で、そこがね、なぜそうなったかっていうのをね、もうちょっと深掘りして描いてくれてたらね、よかったなっていう気はするんですけどね。うん。必ずそのね、助けるみたいなことをですね、ずっと言ってるんですよね、猫田さんもね。で、それがですね、前の病院にいた時もですね、猫田さんがですね、手術してたスタッフのですね、ミスを発見してですね、このまましたらなんとか動脈剥離して、この患者さん死ぬわよとか言っててね、看護師なのに、指摘するとかっていうようなところをですね、描かれていたような部分があって、で、まあ何が気になったかというと、今回のですね、ブラックペアに関しては、看護師なのにみたいな感じのね、表現がね、割かと結構入ってて、ね、看護師なのに医者と同じ行為をするんじゃないみたいなね。まあ確かに法律上はそうなんだけど、ね、でもかなりね、そこの部分がね、強くね、印象に残っちゃったっていうね、感じがしますね。看護師なのにこんなことはするんじゃないみたいなね。嫌なら医者になれみたいなね。そんな感じのところがですね、結構見えちゃって、なんだろうな。ちょっと、案に、まあ、看護師なのにみたいなところでですね、まあ、馬鹿にしてるわけじゃないんだけど、案にちょっと、医者との差みたいなところをですね、強調してきたかなっていうね、印象はね、受けちゃいましたね。今回の、ドラマに関しては。でも、まあ、わかるはわかります。法律上、そうだから手は出せないっていうのもわかるし、それでも救いたいって思ったから手を出したっていう猫田さんの気持ちもわかるんだけど、でも、まあ、言い方とか、その対応の仕方、かなり猫田さん引きずられたりとかして、手術室から追い出されたりとかしてたから、結構やっぱりその、看護師なのにみたいなところがね、かなりね、引っかかったなっていう気がしますね、今回の。ドラマに関してはね、まあ、そこら辺がね結構引っかかった部分ですかね。で、だいぶ時系列バラバラにね、喋ってしまったんで話はまとまってないんですが、まあ、最後の方にですね猫田さんがですね、まあ、スーツケースまとめてですね、まあ、搭乗会の病院をね出ていくシーンがあって、まあ、あんなにスーツケースにまとめていくような荷物があったのかという話なんですが、普通あんなスーツケース持って出ていくの家から
ね、外国に向かっていくときだったらわかるけど、まあ、病院に挨拶しに来たのかな、わかんないけどね。うん。確かでもね、人がいない時間帯に出て行こうとしてたんで、一人で行くんですかみたいな感じで聞かれてたような気がするんで、誰にも挨拶せずにひっそりと出て行こうとしてたんじゃないのかな。にしてはスーツケースがでかすぎるなっていう感じもしたんですが、うん。多分そこで初めて猫田さんが私服姿で出てきているところで、それを天城先生が見つけてですね、なんか一声かけるんですよね。で、あなただったら、きっといい医者になれるよっていうふうに声かけるんですけど、いい医者になんかなりたくないみたいなことを言うんですね。で、私は悪魔のような医者を目指すみたいなことを言って出ていくんですよね。っていう終わり方だった記憶があるんですよね。で、まあ、完全にね、都会先生に、まあ、影響を受けていると。まあ、憧れかながあるっていうようなね、印象がありますね。まあ、もしくは付き合ってるのかわかりませんけど、うん。まあ、そういったようなね、印象を受けましたね。で、その命を助けることに対するコミュニケーション力はですね、結構持ち合わせておりまして、なので、最後にですね、早川先生に、が落ち込むシーンがあるんですね。自分が開発したエリカのダーウィンが、まあ、操作にですね、当然ながらですね、入られることでですね、また医療の、携わる時間がね、遅れてしまうと。で、医療の進歩は知っての通り、早いので、その操作が終わった頃合いにですね、また自分が研究の場に戻ったとしても、ね、操作が終わったりとかですね、自分の体調がですね、元に戻ってですね、研究に戻ったなって思った頃にはもう自分がもう時代遅れになってて、もうね、エルカロのダーウィンみたいな最新の設備はね、に関わる、携わることはできないみたいなことをですね、言って意気消沈しているシーンに、猫田さんはですね、優しい言葉をかけるんですよね。生きていればなんとかなりますよ、みたいなことをですね、言うんですね。ちゃんとね、そういうね、命のやりとりに対してはね、コミュニケーションが取れるんですよね。それ以外の自分のことに関してはね、何一つコミュニケーションが取れないから、邪魔とか言ってですね、都会先生の真似してですね、人を押しのけたりするんで、うん、あれはちょっとですね、うん、まあ、あれ、猫田さん自身が、ね、ちょっとやっぱ嫌われてたっていうところもあるのかもしれないですね。看護師なのにとかそういうところじゃなくて、腕はいいけど、性格悪いみたいな感じで。だから、都会先生の看護師バージョンみたいな感じ。看護師バージョンの都会先生みたいな感じで、猫田さんは思われていたのかもしれない。でも、都会先生はドクターだったから、ね、権限がかなりあったから、周りの人をですね、から邪険に扱われることはなかったけど、猫田先生、猫田さんは、看護師だったから、看護師なのにっていうね、レッテルでですね、ひどい扱いを受けたと。っていうようなね、印象ね、どうしてもね、拭えなかった部分はありますね。うん。まあ、昨今ですね、お医者さんがですね、忙しすぎるから、看護師さんにですね、お医者さんができることをですね、もう少しね、引き渡してもいいんじゃないかっていうね、議論があるそうなんですが、うん。まあ、そのあたりがですね、まあ、どう影響してんのかなっていう気はしますね。このドラマを見てね、うん。看護師なのにそんなことしちゃダメですみたいなことが、もしかしたら今後はね、減っていくのかもしれないですけどね。うん、よりドクターに近いことがね、できるようになるのかもしれませんが、まあ現在のあのドラマの描写だと、やはり看護師なのにっていうね、あの表現がね、非常にね、引っかかりましたね。でも結局はドクターだったというところでですね。うん、まあそういうですね、今回は第6話、猫田さんに始まり猫田さんに終わると言ってあるですね、ストーリーでしたね。まあ、だから都会先生に対する思い出が、まあ6話は描かれていたんですが、都会先生自体が、でも登場台に戻ってきたわけではないという、そういうストーリーでしたね。だから予告編はだいぶ誤解を招くようなね、言い方をされてたんで、うん、さあ今後ね、ちょっとどうなっていくかでね、またですね、気になるような、ストーリー展開ですね。猫田さんが去っていって、都会を知る者がですね、もう、都会先生と深く関わった者がもう世良さんしかいなくなっちゃうんですよね、これでね。うん。で、猫田さんがスイスに行ったのは、まあ、もしかしたら都会先生を追って行ったのかもしれないなっていう想像もあるんで、都会先生も海外にいるのかもしれないですね、もしかしたらね。うん。まあ、そのあたりはちょっとですね、また都会先生と天城先生のですね、関係性が分からなくなってきたなっていう感じがしますよね。で、最後にですね、佐伯教授がですね、また、確か上杉会長の体調が悪くなってですね、
とりあえず再起石で何とかするみたいな、音ポンプの、なんか心臓、弁膜手術だったっけとかいうのが再起石とかいう技があるんですが、それでね、なんとか、上杉会長を持たせると。ね、ちょうど天城先生がいないから、佐伯教授が代わりにやって、何日か持たせるっていう話をしたんだけど、ね、胸を開いてですね、その手術をしようとしたときに、視界がですね、狭まってですね、前が見えなくなっちゃってですね、オペができないんですね、佐伯教授がね。で、この心臓状態では危険なので、オペはできない、中止だとか言ってですね、閉腹手術を、閉胸手術をしてくださいとか言って、あとは薬物療法で、に切り替えるとか言ってですね、やめるんですよね、手術をね。で、その展開どっかで見たことあるなって思ったら、このね、ブラックペアの作者の海藤健先生だったかな。で、ですね、別のドラマも実はですね、小説が元になってですね、作られておりまして、それがですね、チームバチスタっていうですね、これも心臓の確かですね、バチスタ手術というのがありまして、それのドラマの原作も海藤健先生が書いてるドラマで、これね、同じね、あれがあったんですよ。確か展開が、目が見えなくなってオペができないっていう先生がいてね、その先生も確か心臓外科医で腕が外科医だったんだけど、目が見えないってことをみんなにバレないようにしてたんだけど、とうとうですね、目が見えないということがですね、明らかになってですね、どうしようか、さてどうしようかみたいな、そんな展開が確かね、チームバチスタのシリーズのどっかにありましたね。1,2,3,4 ってね、4つあるんですよね、バチスタね。うん、チームバチスタの凱旋、ジェネラルルージュの、将軍だったかな。3がアルドリアネの板だったかな、忘れましたけど、4シリーズあるんですよね、確かね。うん、アルネアドリだったかな。うん、そのうちのどっかにね、確かありました。目が見えなくなった先生ね。確かね、お笑い芸人の人が出てきたやつだったと思うんで、お笑い芸人のね、誰だったっけな、イッテQに出てくる人。ですね、宮川大輔さんか、が出てきた、シーズンだった記憶がありますが、その二人の天才外科医かなんかがいて、その方、一人がその病理医かな。宮川大輔さんが、オッペの最中にね、間違ってですね、右手の剣かなんかをですね、そのドクターに切られてしまったせいで、もともとは天才的な腕があったんだけど、剣を切られてしまったせいで、メスでね、オペができなくなったから病理医になったと。そういうね、話だったかな。で、今でも恨んでるのかい、俺のことをとか言うけど、いや、恨んでないよ、兄さんみたいな感じでですね、その宮川大輔さんが確かですね、その人のことを言ってるんですよね。で、結構ね、都会先生とですね、佐伯教授にですね、関係が似てるんですよ、その二人の関係がね。うん。でも都会はですね、恨んでるっていうタイプだったんで、ね、兄さんなんてことは絶対言わなかったんだけど、宮川大輔さんのキャラクターは、兄さんみたいな感じのキャラクターで、話を進めていくっていうね、展開でしたね。実際宮川大輔さんって、吉本興業で、かなり先輩たち、先輩芸人たちに、にんやんにんやんとかって言ってるんで、結構素でできるタイプでしょうね、ああいうのはね。演技めちゃくちゃうまいんですよ、あの人。かなりですね、芸人さんの印象はね、変わる、たかなっていう感じの、演技だったですね。確かね、宮迫さんもどっか出てたような気がするんだけど、違う医療ドラマだったかもしれないですけど、出てるんですね、宮迫さんもね。うん。宮迫さんもめちゃくちゃ演技うまいから、うん。で、宮迫さんね、龍が如く6にも出てて、そこでも名演技をね、やってるんで、まあ、お笑い芸人さん、基本コントとか、漫才やってるんで、うまいんですよね。演技の仕方が。うん。で、これはですね、地面師たちのですね、監督もおっしゃってたんですが、まあ、芸人さんは芸人さんの、風の演技っていうのがね、どうもあるらしくて、俳優さんとはね、また違う演技なんですけど、でも、演技はやっぱりできる人が結構いるんで、だから、そのアンソニーさんっていうですね、お笑い芸人さんが、採用されてたんですね。地面師たちっていうドラマにね。うん。で、まあそこら辺でね、やっぱり芸人さんっていうのが結構ですね、ドラマとかにも出てるんですよね。で、ズンの飯尾さんか。ズンの飯尾さんも、アンナチュラっていうドラマに出てて、めちゃくちゃね、いい演技してたんですよね。うん。なんかね、
臨床検査士かなんかだったかな、臨床技師だったかどっちか忘れましたけど、技師かな、うん、臨床技師かなかなんかの役やっててですね、すげえね、いい演技で、全然違和感ないんですよね、出ててもね。うん。あとね、ハリセンボンの春菜さんとかも確か出てたかな。うん。でも芸人さんがね、結構ドラマにもね、出てるということで、まあでも結構その中でも演技上手いのはやっぱ宮迫さんとか、ね、宮川大輔さんとかは、本当にね、芸人さんの演技の中でもやっぱりかなり上手い方かなっていうふうには思いますかね。うん。で、まあ、そのね、その、同じ作者が書いてる、小説で、まあ、脚本家の人がもしかしたらめちゃくちゃいじってるかもしれないですけど、結構ね、ストーリーの展開が似てるから、さあ、これからどうなるのかなっていう感じはしますけどね。で、最後に天城先生がね、ブラックペンをですね、箱からね、箱を開けたらブラックペンが入っててですね、天城先生もブラックペンに関わる何かを探してると、医療事故なんでしょうかね。うん、っていうようなね、展開でね、終わっていってたんで、さあ、どうなるかなっていう感じですよね。まあ、だから、ブラックペアンを使うのは、でも、佐伯教授しか多分、ブラックペアン使わないって言ってるんで、まあ、やっぱり佐伯教授にまたね、収束してくるのかなっていうね、印象はありましたよね。うん。まあ、だとしたら、今回ですね、また、天城先生が、3GA 病院だったっけ ?3GA ハートセンターか、を作るためにっていう名目で一応、日本には来てるんですが、ようやくですね、佐伯教授の場所をつかんだぜ、ということで来てるんじゃないかなと。で、都会先生と一緒で佐伯教授の下について結構ですね、文句も言わずに働いているのは、やはりですね、佐伯教授の隙を伺ってるんじゃないかなと、でいう感じはしますよね。で、今回もですね、またですね、例のですね、シーズン1でですね、活躍してたですね、CRO というね、役をやっていたですね、あの人なんだったっけな、すごい美人のお姉さん。あれ名前どう忘れちゃったな。あのアナウンサーでよく出てらっしゃったお姉さん。加藤ゆり子さんだったっけ。うん、加藤パンって呼ばれてた人、うん、がやってたんですけど、まあ、それの後をついたのが田中みな実さんなんですが、そのね、田中みな実さんと、裏でね、協力してですね、おそらく佐伯教授のですね、何かをですね、探ることがですね、今後入ってくるんじゃないかなというふうに思いますね。だから、セラー君ですね、竹内涼真さんって、実は主人公っぽい感じでですね、登場してるけど、全然主人公じゃないというですね。むしろちょっとね、影の薄い主人公って感じでですね、出てますね。原作ではね、ちゃんとした主人公として出てるんじゃないかなって気はするんですが、あのドラマに関しては、脚本的にサブキャラと、天城先生とかですね、そっちがかなり強い印象で、全然そのセラさんとかですね、あと青井若菜ちゃんとかですね、シーズン2はほぼ絡んできてないんで、うん、まあでも前半戦ででも、まあ、セラ君は、都会先生の、教えを受けて成長したっていう姿はだいぶ見せれてたから、まあそこでもう終わったのかもしれないですね。竹内涼真さんのセラ先生のお役目は終わったのかもしれない。天城先生に指導してもらって、すごいね、技術も身につけてとかいうところもね、あったんですが、それは毎回毎回その二人で話が進むわけじゃないから、結構そこら辺はですね、面白いっちゃ面白いですよね。ずっと主人公ってわけじゃなくて、今回はもう完全に猫田さんが主人公だったのね。うん。猫田さんのある程度の情報は出されたかなっていう気はしますよね。今回のドラマにおいては。うん。まあでも、まあ、できることだったらその都会のことについてとかさ、もうちょっと語ってほしかったかなって気はしますけどね。都会先生と、やりとり今でもしてるんでしょとかさ、ね、そういった話にもね、竹内涼真さんとかがね、深く突っ込んで聞いてほしかったですよね。どうせ、辞めてどっかに行くっていうんだったら、最後、都会先生の居場所とか知りませんかとかさ、追求してほしかったよね。どうせだったらね。まあ、ドラマのね、尺の都合上とかさ、後々のストーリー展開に影響してくるから、言えない、言わせないっていうのはあるんだろうけどさ、ちょっとそこら辺が不自然なんだよね。うん。急に辞めて出ていくっていうのも不自然だしね。海外の。ね、大学病院に誘われたから行くっていうのもね、不自然だし、うん、その送迎会みたいなのが開かれなかったっていうのもね、まあ、もしかしたら猫田さんが嫌われてたからっていう説もあるけど、まあそれも不自然っちゃ不自然なんでね、うん。しかもね、医者になったっていうのもね、
プラスであるわけだから、もうちょっと扱い良くなってもいいんじゃねっていう気はするんだけどね。うん。ということでですね、でも医者になったと言っても、最後 もね、看護師さんみたいなことを結局やってたんで、ね、あれはちょっとね、やっぱ微妙で、謎でしたね、本当にね。看護師としてもしかしたら行くことにしてたのかな。病院にね、もともとね、海外のね。ただ、医師免許が取れちゃったからっていう話で、もともと看護師として行くっていうことをしてたのかもしれないね。うん、その、海外の病院にはね。うん。でもそれをしちゃうとさ、いつまで経ってもさ、猫田さんは医者として働くことができないからさ、どうするつもりなんだろうっていう免許は取れてもね。だからそこら辺がちょっとね、あんま明らかになってなかったなって気がして。ね、海外のエアメールをもうちょっとしっかり読み込めば書いてあったのかもしれないですけど、うん、そこはちょっと私は読み切れてなかったですね。どっちとして行く予定だったのかっていうね、医者としてか、看護師としてかね。うん。まあ、今回はですね、猫田さんに始まり猫田さんに終わり、そしてですね、天城先生と都会先生の関係は、ちょっと読み切れなかったし、猫田さんが、都会先生の行き先を知ってるっていう話もわかんないし、天城先生のことを猫田さんが深く知ってるっていう話もちょっとね、謎のままで終わってしまいましたね。うん。だからあなたが嫌いなんですっていう話も、別にパンが好きだからっていうね、米が嫌い、米はあんま食べないやつがみんな嫌いっていう、そんな程度のことじゃないと思うんですよね。うん。結局最後の方ですね、ちょっと天城先生に対してですね、何か言いかけてね、一瞬言いかけて言わずにね、旅立っていくっていうシーンがあったんで、本当はね、すごい感謝してるとかそういうのがあるんですよね。多分ね、この猫田さん、結構天の弱なんで、本当は好きなんだけど、好きじゃない、嫌いって言っちゃうタイプなんだと思うんですよね、多分ね。だから、何だったっけ、竹内涼真さんのセラ君にも、葵ちゃん、葵若菜ちゃんには、アップルパイですね。米粉のアップルパイを、試作品を確か食べさせてあげたんだけど、セラには確か食べさせなかったんですよね。米粉のあれをね。あれも多分、好きだから逆にやらないっていうね。そういう甘の弱的な人なんじゃないかなっていう気はしますね。この猫田さんはね。うん。だから最後も、ね、天城先生にですね、何か言いかけたけど、それ素直な気持ちを本当に言いたかったんでしょうけど、ありがとうございましたとか、お世話になりましたとかね、あるいは都会先生との関係とかをなんか良かったっていう感じだったけど、言いかけてやめて出ていくと。確かそんなシーンが含まれてたんで、うん、猫田さんがですね、結構鍵を握ってるなって思ってたんですが、これでですね、都会先生とのですね、関係性をですね、紐解くですね、一旦がね、またなくなってしまいましたね。あとあるとしたら、佐伯教授だよね。佐伯教授はもしかしたら都会の行き先を知ってるかもしれないんで、まあ、今後ね、そのあたりが描かれていくかもしれないなというふうに思っております。はい、ということで今回はですね、ちょっとですね、緊急で動画を回したんで、ほぼまとまっていなくて申し訳ございません。まあ、今回はですね、猫田さんに始まり、猫田さんに終わりというですね、第6話の感想を伝えさせていただきました。またね、しっかり見終わったらもうちょい感想を付け加えるかもしれないんで、その時はまたね、ご視聴していただければ幸いかと思います。ということで結構遅い時間になってまいりました。ご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント等よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。